福原治清は、江戸時代の人物。長州藩英体画廊、上領主福原家の出身。父は、毛利家家老、福原沖守広都氏。兄弟に、福原広史来、福原広史隊などがいる。秋福原氏は、代々本家筋の毛利家に仕え、江戸時代に入ってからは、長州藩の英体画廊となっていた家柄である。 歴代当主は藩主の毛利家から返記を賜る慣習があり、父、広都氏は毛利綱広から、兄弟の高麗は家督相続した元六八年に、高安氏は宝永元年に、当時の藩主毛利吉弘から、それぞれ広氏の一時を受けている。これに習えば、修清氏も同様に修の一時を受けているはずで、該当する藩主は毛利吉治しかありえない。 ましてや、それまでの福原家に、おさむの字を用いた、あるいはもう年家からその字を受けた人物が一人も、おらずその可能性は、極めて高い。多くの系図類では、おさむ清は、後来と後退の間とされているが、おさむ清が、よしおさむから返記を賜っていたとする説が正しければ、よしおさむの弟である、よしひろしから一字を受けた、後者二人よりも年長であった可能性がある。 肝心の治清の生涯、自責についても全く不明であり、本来ならば、博都市の死地となるはずが創生し、代わって弟の後来が着手となったと推測される。ありがとうございます。